はい、夢占い。今回は生物の夢です。生き物の夢ですね。はい、一つ一つ解説したいと思います。生き物の夢です。まずは魚の夢。魚が泳いでる夢は、目上や有力者の引き立てを受ける吉夢です。そして魚を釣る夢は、大きな幸運の到来を告げる夢です。仕事上でのステップアップ、そして大きな財産を手に入れる可能性もあります。魚を釣る、捕まえる、網ですくう、もらうなど、いずれも何かしら利益を得られるいい夢です。次は犬の夢です。犬と戯れる夢は周囲との人間関係良好を表し、良い友情ができてきます。犬がじゃれてくる夢は部下に慕われる夢。犬が地面を掘る夢は援助者が現れる夢。犬に吠えられる、噛まれる夢は人間関係がうまくいかなくなって、家庭や仕事で行き詰まってくる警告の夢です。友人から非難されたり攻撃されたり裏切られる可能性もあります。注意しましょう。次は猫の夢です。猫の夢は何かあなたを陥れようとしている陰謀めいたものがあるかもしれません。秘密にされているものがあるなど、恐怖になります。また男性がこの猫の夢を見たなら、気まぐれな女性に振り回される可能性があり、女性がこの夢を見たのなら、手強い恋敵が現れるかもしれません。まあ恋のライバルということですね。馬の夢、援助者が現れます。助けてくれる人が現れて開運に導かれる吉夢です。さらに馬に乗っている夢は、物事が順調に進展していることを教えてくれる夢です。人生のステップアップ、サクセスがすぐ近くまで来ています。そして馬に乗りながら目の前に美しい景色が広がっているのなら、ドラマチックな恋の始まりを告げる夢です。白い馬なら幸福度が増し、恋愛金、仕事面にラッキーなことが続出するでしょう。次は鳥の夢です。大空を飛ぶ鳥は自由な心や想像力、そして希望の象徴になります。力強く羽ばたく鳥は幸運を招く吉兆になります。鳥が巣作りしている夢は家庭円満を表します。独身者なら結婚間近の予兆かもしれません。結婚が近いということです。鳥を捕まえる夢は恋や金運のチャンスをつかめそうです。カゴの中に鳥がいる夢は自由を束縛されていて、息が詰まりそうな状態を表します。鳥が卵を抱いている夢は卵を新しい生命の象徴、新しい人生が近々始まることを教えてくれます。ウサギの夢、悩み事が解決する吉夢です。病気なども解放に向かい、仕事面でも出世、昇給を表す夢です。龍の夢、願い事が叶う、幸運の波に乗る、これは大吉夢になります。豚の夢、停滞、停止を表す凶の夢。牛の夢、相応の苦労を伴いながらも、なんとか望みが叶えられる夢です。亀の夢、金運や名声が軒並みアップするいい夢です。熊の夢、家内安全、子孫繁栄の夢です。独身者には良縁が近づいています。既婚者で子供がいない人はお子様誕生の予感です。家運が栄えることを告げる吉夢です。吉夢が幸運の予兆になるわけですから、自分で吉夢を見ようと意識すると、吉夢を見るケースが増えると思います。いわば潜在意識に吉夢を落とし込むような感じでしょうかね。そのためには吉夢は何なのか知らなければいけませんね。まずは知ってください。そういうところから始まります。今日の夢を見てしまったら、今日夢は警告です。もうこれもよく認識してですね、事前に気をつけるということですよね。今日の夢は警告ですので、うまく活用しましょう。未来は変わります。今回はですね、生き物の夢でした。夢占いでした。